ビフレアですね、ビフレア。ここにこうやってウイスキーの瓶とか入れても何の問題もないですね。もう世界地図を見せて歩きたい。はい、どうもトルです。私普段古着屋店長とフリーでカメラマン兼スタイリストをしている人間でございます。今回なんですけれども、キューバシャツのコーデ方法をやっていきたいなって思っています。キューバシャツとは一体何なのかというのと、あとキューバシャツのコーデ方法、この2部構成で今回やってきたらなと思っております。それでは早速ね、乾杯させていただきたいなって思っています。今回ね、乾杯していくのはこのマッカラン12年生でございます。私のね、好きなマッカランなんですけれども、何の乾杯かと言いますとね、この動画なんとこのトールチャンネル初の1本目の動画となります。まあラフな感じでいけたらなと思っているわけでございます。ということで乾杯していきたいなって思ってます。これね、さっき実はこれ行動がね、テイク2なんですよ。でグラスにもうお酒入れちゃってて、これ2回目なんですけど飲むのいただきたいと思います。はい、乾杯、よろしくお願いします。早速ね、本題に入っていこうかなと思ってます。僕がね、よく着るシャツの一つで、キューバシャツというアイテムがございます。それがね、何枚かここに用意してるんですけど、ここにあるのは5枚ぐらいかな。あと2枚ぐらい多分どっかにあるんですけれども、実際ね、着ながら説明していけたらなと思いますので、このキューバシャツまず着替えたいと思います。待って、今着…やばいことに気がついて、ちょっとすいません、裸なんですけど。この T シャツね、買ってまだ2回目なんですけど、着たの古着屋さんで買ったやつ。ガチで気づかなかった。穴開いちゃってる。結構これね、マジなやつなんですけど、これ本当に結構ガチでショックです。これはこちらがキューバシャツになります。はい、まずね、見た目の特徴としては、肩から、すいません、もう僕無意識にシャツインしてたんですけれど、ちなみに僕ね、こうやってキューバシャツも無理やりね、ズボンの中にぶち込むスタイルでねじ込んでおります。タックインですね。タックイン好きなんで、基本的にはまあもちろん出すこともあるんですけれど、キューバシャツはね、裾にポケットがついているからシャツインしない方がいいんじゃないかっていう声もね、中にあるんですけれど、僕は気にしないタイプです。ということで見た目の特徴を話していきたいと思います。まずね、肩から裾にかけてこのね、一直線に刺繍だったり柄だったりね、そういったステッチが、施されているのがまず特徴となっていまして、次にこのね、ポケットが胸と裾に2つずつ、計4つのね、ポケットがついています。このように、物をね、収納できるポケットがついているわけでございます。これはね、実用性もかなりあります。こんだけポケットだったら、まあタバコ入れたり携帯入れたりとか、夏場とか上着着れない分ね、こういったポケットがたくさんついてるシャツっていうのは結構ね、重宝するというか、意外と使うんですよ、このポケット。僕とか特にね、デニムで細めのタイプ履くんで、中に携帯とか入れづらかったりするんですよ。だからこっちの方が楽だったりね、するわけでございます。だから結構ね、キューバシャツそういうとこでもね、便利だなっていうのがまずありますね。その実用性があるのももう大前提で、見た目的にも可愛らしさがあると。ポケットが4つもあるっていうね、このビジュアルが、あとこの首元はですね、オープンカラーっていうのも特徴の一つでございますね。首元がこうやって出せるんで、僕はこうやってネックレスしたりバンドナしたりとか、そういった着方を普段しております。キューバシャツとは一体何なのか、キューバシャツ、その名の通りなんですけれど、キューバ発祥のシャツでございます。その中南米では暑い気候に備えて、できるだけね、清涼感のあるシャツを作ろうってなって、そういったものをね、たくさん生産しているのですけれども、その中でもこのキューバシャツのが一例となっています。はい、暑い気候でもね、涼しいね、気温で着れるシャツが欲しいっていうことで作られたのがこのキューバシャツなんですけれども、このキューバシャツの素材はコットン 100% が多いです。つまりね、普通のシャツと生地一緒なんですよ。だから暑い中これで過ごそうぜって、涼しいシャツ作りましたって言ったシャツが普通のね、コットンシャツなんですよ。見た目的にはちょっとね、清潔感みたいなのあるかもしれないですけど、でも普通にレイヨン生地とかシルク生地に比べたら、もう普通のシャツです。もう全然もう、超涼しいみたいになったりはしないです。もう全然普通のシャツです。まあ見た目が可愛いからね、この古着屋業界ではかなりね、人気なアイテムにはなっているので、まあ別にそこは気にしなくてもいいのかなとは思うんですけれど、ただ涼しさ求めて着ちゃダメなやつですね。まあ普通のシャツです。もう普通。そして中南米では、キューバシャツは清掃着としても使われる文化があるそうでございます。まあこっちでいうスーツとして、まあイベントとか式典とかね、そういったなんか、まあ真面目な格好をするときに着るシャツでもあるというわけで、僕はデニムでね、こうやってカジュアルで外してはいるんですけれども、ドレッシーなスタイルもね、スラックスだったりとか革靴だったり、そういった綺麗なアイテムと合わせるのももちろん相性がいいシャツになっております。ちなみにね、このね、近年でこのキューバシャツ人気なんですけれども、そのキューバシャツを着るスタイルとしてとても人気だなって思うのは、太めなパンツとかで、ラフに外すことですね。例えばワイドなチノパンだったりデニムだったり、ベ
イカパンツだったり、そういったアイテムでカジュアルに着こなして、靴をねコンバースだったりもうサンダルとかね、そういったラフなもので外してあげるっていう着方が人気だなと僕は思います。白シャツってまあたくさんの方着れるかと思うんですけれども、その中でもねキューバシャツかなりおすすめでございまして、ただの白シャツに見られないんですよね。やっぱポケットが4つついてるっていうだけで雰囲気が、まあ、綺麗な雰囲気なんだけども、明らかにねなんか他のみんなが着てる白シャツとはあの人ちょっと違うなみたいな、そういった感じが出てんのかなって思います。はい、ちょっとねカメラ動かすのめんどくさいんで、立つとこういう感じって撮ろうと思ったんだけど全然参考になんねえじゃんこれ。タックインしましたキューバシャツ。はい、まあ関係ないかなっていうことで裾をフルムシでタックインしております。まあねじ込む感覚ですね。でもこのね胸に両サイドポケットがついてるんで、もう十分ねここにこうやってウイスキーの瓶とか入れても何の問題もないですね。はい、これで全然電車とか乗って、あ喉乾いたーつってこうやって、うん、ウイスキー飲もうかなって。夏のファッションもね全然嫌いじゃないし、あと夏ってイベントたくさんあるし、で食べ物も、まあ、美味しいですし、うん、夏はね夏ですごく好きな時期でございます。やっぱりでも冬とかになるといろんな服着れるっていうところはね、そこもすごい魅力的なんだけれど、でも夏のこういうねラフな格好も僕すっごい好きなんで、まあ、T シャツにデニムみたいなもうカジュアルっぽい格好もね夏はしやすい時期なので、それはそれで僕ありかなって思ってはいます。はい、さっき言ったようにねスラックスに着替えてきました。これは1970年代のフレアのねストライプスラックスになっております。まあビフレアですね、ビフレアブーツカットでございます。やっぱ白シャツで合わせるとしたらね、僕パンツに色とか入れたくなっちゃうタイプの人間なんで、あのこうやって柄物チョイスしたり赤とかね色物入れたりしたりしますね。あと緑とかブラウンとかベージュとか、まああとはもうアンパイにさっきみたいにデニムで合わせたりとかねすることも多いです。はい、これはね焦げ茶のスラックスで合わせました。まあ全身茶色おじさんコーディネートになっています。これねもう全部茶色なんで、靴は黒とかで抑えたいなっていう感じは僕の中ではあります。黒の革靴とかねウィングチップ系のドレスシューズタイプのものとか履いてあげるとあの締まるのかなと思います。あるいはねちょっと厚ぼったいタイプのまあ US ネイビーのサービスシューズみたいなシルエットの丸みを見たやつとかでも可愛いのかなって思いますね。僕ねシャツ着るときはこういうインナーにタンクトップ着ることが多いです。よくシャツの中にね何着ますかっていうコメントをね、あこのチャンネルにはまだ何のコメントも来てないんですけど、あの1本目の動画なんで、スルシャトールチャンネルではそのシャツの中にはどういうの着てますかとかそういったねコメントを結構来てたんですけど、まあ、一番はやっぱインナー系かなと思います。まあ別に T シャツとかでもいいと思うんですけれど、僕ねここがこのタンクトップってこう U ネックタイプのやつ選んでるんですけど、あんまりねここがこうやって出てるのあんま好きじゃないんですよ僕はですけどね。白 T とかが出てるのそんなに好きじゃなくて、だからねこう U ネックタイプだとそれがね隠せますし、でもあるいはこうやって胸ちょっとねセクシーに開けたとしたとしても、俺はなんかそんなコーディネート邪魔してないなっていう気分になれるんですよ俺的には。ですけどこれはまあ変なこだわりでございます。でもね脇汗もガンガンかきますみたいな人はタンクトップのね弱点としては、まあ、まあもちろんですけどスリーブ部分がないので、まあシャツにダイレクトにね汗をかいてしまうっていうのはデメリットかなと思うんですけど、僕もねちなみに脇汗めっちゃかきます。夏になると特にね、まあ、暑いんでもう全身汗かくんですよ。でやっぱこういう色のシャツとか着ると染みたりするんですけど、僕は一切気にしないですね。僕はねむしろかきたい、汗をかいて見せたいです。もう世界地図を見せて歩きたい、そういうねそういう考えになるんですよ24歳ぐらいになると。まあ、皆さんも絶対そうなりますから、24になるともう誰しもがもう世界地図作りたいってなりますから、だからもう少しの辛抱です。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。キューバシャツねコーディネート紹介と、まあ、キューバシャツは一体何なのかっていうのをね、話させてもらいました。まあ、コーディネート自体はちょっと少なくなっちゃったんですけれども、まあ物自体のね紹介できたらなって僕は思いましたので、今回まあ、参考になっていただけたらなと思います。でね冒頭で僕がね気づいてしまったこの T シャツの小穴なんですけれども、これ穴なんです。これが穴です。腕開けるとまあ気づかれますよね。下ろすとないね、穴ないね、まあ、ちょっとねあーシュッみたいなポーズ取っちゃうと街中とかでもう腰はってバレちゃうと思うんで、まあ、この T シャツはね直せるんだったら直しますし、これ直せんのかなこういうの、このニット生地なんですけど、でも総柄だから縫い目とかそんな気になんないですよねきっとね。
直せるならちょっとチャレンジしてみたさあるんですけど、でもこういうとことかも穴開いてるからね今これね。だからこの生地自体がもうねほつれやすいんですよきっと。まあ皆さんもぜひお気をつけください。はい、まあ今回ちょっと動画長くなってしまったと思うんですけれども、ここまでご視聴いただきありがとうございます。はい、今後もねこういったファッション情報を皆さんにお届けできたらなと思いますので、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画以上になります。ありがとうございました。